け星人をやります。滑りやすいぞ。ブレ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 ブなんかツルツル系だもんね、ほんとね。ツルツルしてる表面が結構あの…やばい、やばい感じ。あぶねえ、ここ本当に滑る。なんかあれみたいな、FF13 みたい、ここ。これ何の棚？サンデス水郷みたいだな。何の棚だろうね。それ、うん、なんとさらし首の台。やばいじゃん。いや、ほんとほんと嘘さらし首の台。はい、こんばんは、天草さん。ちょっと時代がちょっと…いや、さらし首の台じゃないよ。なんだろうね、わかんないよ。餌？鳥の餌を置くやつじゃねえの。うん。あ、どうもどうも。いや本当に…あれですね。今日は本当雨降ったみたいですね、本当。うん。ビカビカとね。すごい滑った。2個目の東屋、いわく首吊り自殺があったとされる奥の東屋、候補 2個目を巡りましたけども、いや、わかんないよ、酒場だったかもしれないけど、わかんない。いや、3個目もあるんでしょうかね、気になるんで、いろいろ公演を徘徊してみたいと思います。完全不審者のそのものなんですけども、やってることが、まあ、これはもう気持ちね、もう圧倒的不審者なんですけど、ね、ご自身不審人物って何か、こういうライトピカピカする変なやつがいるんですけど、びっくりした。極道ジャングルスペシャルです、今日は。びっくりした。虫が。虫？ブワーっつって。あ、本当。なんだよ。電波入んの？おお。そこ危ない危ない危ない、ここ。びっくりした。ほら、壊れてんじゃん、ほら。危ない。危ねえ、ここ。腐ってる。なんだ、ここ。ちゃんと直してねえな、これ。うん。まだ東屋あるよ、ほら。お、3個目。でもなんかこの木道の東屋、なんかみんな形が一緒だな。そうだね。3個目です。不審者に注意って書いてあるよ。おい、防犯カメラついてるって、ここだけついてんの？え、防犯カメラついてんの？あ、ほら、あ、ここだ、ここじゃね？うん、ここになっちゃうよね。防犯カメラ設置されています、だって。うん。ペンチャーの集めって、ほら、これだよ。え、これじゃね？うん。ここ、さっきどうだった？防犯カメラなんか。ない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 。でしょ、これじゃん。うわ。県を園外で出ますって、だからこれじゃん。ここじゃん。防犯カメラついてるって書いてあるよ、ここだけ。不審者に注意ってね、ここだけなんか変だよね。これ？ここ？ここですか、皆さん。てんてん。いや、ここじゃない？だって。ここしか考えられないでしょ。うん。いや、なんかさ、ちょっとYouTube の動画、今ちょっと動画っていうか、全国心霊マップのさ、うん、サムネにしてる人がいたんですよ。こう、なんだ、ゴキブリみたいな。ゴキブリじゃないか。ほら、ニコ生外配信、ほら、不
審査に注意、これをなんか強調してるってことは、あ、じゃあここだ、これじゃん、ニコ生の人です、これなんて人だかわかんないんだけど、なんて人だこれ、おしょなっつってるから、これが一番多分多くなんだろうね、うん、ニコ生外配信の人、なんて人だ、投稿者くるくるさんですね、くるくるさんっていう人、ニコ生の人ですね、それを YouTube、 ニコ生で撮った映像を YouTube にアップしてる方ですね、俺と一緒ですね、ライブ配信の映像を YouTube にアップしてる、うん、ここじゃね、ここだね、だって2カ所ともさ、猫ちゃんのあれしか貼、うん、ってなかった、うん、急にテンポ悪くなったって、あ、じゃあここか、ね、不審者に注意つってるから、なんかいろんな事件がこう絡んでるのかな、だね、ちょっと一旦機材ちょっと出して、今ね、定点してんの、こっちで定点中ですか、ちょっとなんとなく、まあ、定点してんの、ここだ、じゃあ俺ちょっと写真撮ろう、うん、じゃあちょっと定点そこで待ってて、うん、俺ちょっとこっち見てみよう、うん、赤になった、赤赤赤、何だろう、誰かいますか、
高山公園か、地高山公園か、地高山公園という場所で、奥の東屋で首吊り自殺が過去にあったそうです。ちなみにね、首吊り自殺があって以来そういう首吊り自殺者の例が出ると言われている岩槻の公園なんですけれども、ここで、まあここは動物園が近くなんですけど、わんぱく動物園という、その辺り付近では首のない子供の霊が現れるという、まあ、2セットですね。バリューセットで普通に お化けが出るということで、単品ではないです。あ、地高山か、地高山公園ね。今ね、うん、って言われてるんですよ、ね、私。ああ、で、ここにさ、今スマホちょっと見たら、ここで化けた赤になったの。化けた赤になったの。そう、で一応ぐるっと回ってこう写したんだけど、こっち側に変えた。あ、化けた赤になったんだって、ここで。うん、なんだろう、化けた赤になったって、点々が。そう、LINE してくれればよかったのに。いや、今もうこっちに向かって帰ってくるとき。あ、ほんとほんと、化けた赤になった赤って言ったんだけど。あ、ほんと、全然聞こえなかったすぐそこにいたからさ、うん、いやちょっと偵察してきたんだけど、奥も結構やばそうだよ。本当？もうね、もうね、多分ね、これさまよっててもおかしくない。本当？あのお化けが、え、東屋がまたあるのって。東屋っていうか、もう中がすごいダンジョンみたいになってる。本当？うん、行ってみる。行ってみよう。せっかくだから、ここがここでゴールじゃ面白くないでしょ。うん、うん、まあ、一応ここで化け玉が赤になったってことは、うん、天体隊員、まあ、いることは確かですね、自爆霊が。そうだね。うん、まあ、ちょっと行ってみましょう。さまよってるはずですから、もうこれ心霊&冒険アドベンチャー、勇者突進の大冒険、行きましょう。おいみたいな声聞こえた？男の声した？やばいって男の声してたって。え、そう、男性の声。旬入ってる。本当？うん。じゃあやっぱそこの男性の声入ってるかもしれないよ。ね、もしかしたら。じゃあ一回止めようかな、ここで。うん、一回止めた方がいいよ。俺が戻ってくる時でしょ。再開だね。そう。じゃあ行きますか。やばいぞ。じゃあちょっと俺ここもうちょっと静かめに行きますね。あんま声静かめで。一人だとそんな美味しそうだから。あ、そこそこ、こっちに。さっきはどっち行ったの？いや、ここで引き返したの。いや、そこそこ怖くなったから。まあ、やばいね、これは。結構やばいね、気持ちになりますね。今日やばいね、気持ちになんか結構。
これ広いところ行くと分かんなくなるぞ。あっちが熱いな、うん、青来た。青守ってくれてんだな。うん、青来てる。なんか今すっげえ。上と下どっち？なんか今すっげえ気配感じた、うん、鳥じゃないよね、今ね。鳥のようで鳥じゃないね。何もこら、おーい、ショートする。トン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 。耳でなんか足音聞こえなかった。聞こえた。集音入ってるかな。ほぼりんだから中はちょっと入れないからな。大丈夫？ここクマいないだろう。さっき見てるよ。いるの？やっぱ。今すごい左から来た感じだ。が多すぎる、ここ、うん、いくらなんでも。でも多分こっち行くとまたあの、うん、さっきのところだね。さっきのところだね。俺のとこなんか取り憑かれてる。ちょっと見てみる。ちょっと照らして俺の、うん、なんかついてる。なんかついてるか。咳がどんどん出ないんだけどね、湿度が高い時ってね、普通は乾燥してる時咳出るなら分かるけど、うん、普通出ないんだけどな。なんかやべえな、一回テーブルサーチの一気にちょっともう一回やってこう。
としたついてきてるような感じするんだよ。ああ、そう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 、そんな感じするんですよ。うん、なんか道じゃない道をこう一緒に来てる感じだよね。うん、写真撮る。あ、インカメでってこと？撮ってみる。あとでまとめてツイッターの方にアップすれば、今日撮った写真。雨降ってるからさ。ちょっとごめん、写真撮るよ。ね、もうもはやここ、あのトトロのあれみたいな感じだね。トトロの森よりちょっと怖いよここ。うん。まあ同じ狭山丘陵の一部だと思うけど、ここも、うん、狭山市だから。しかも自殺があったって。ああね、そうだね。しかも人工物のところで自殺してるっていうところだから。はい、正面からいらっしゃい。行ってみません。左肩なんかこれあれっすよ、反射してるやつかな。なんかそんな感じかな。すごいね。じゃあもう完全にぐるっとしたんだ。ぐるっとしたんだね。うん、じゃあまた奥の東屋戻ってみる。行ってみる。うん、奥の奥さん、ここの東屋じゃないよ絶対ね。これは違うね、だと思うんだけど、うん、あ、ここの防犯カメラのシールあったわ。ここにもあった。うん、どこにあんのか、うん、じゃあ行かれとこで。あ、ここにもあんだ防犯カメラ。うん、
ったんだ。じゃあ2個目もあんの？わかんない、確認してみる。でもさっき不審者のってここ張り紙が少ないよね。うん、ここにも防犯カメラが設置されてますって。うん、ここにもそう、はい、どこにあるのかわかんない、うん、あ、牛がいる、もうもう、うん、こんな感じですね。ここを俺行った方が早いのかかもしれない。ああ、木道の方がなんか時間かかるか、うん、ここが1個目、はい、そう、ここ1個目、ね、廃墟っていうか、なんか檻みたいのがあって、うん、その先も行けるっぽいんで。あ、そうなんだ、うん、その先も行ってみる、うん、熊が観察するんで、せっかく来たんだし。赤ついてきちゃった。分かんない、どっかいる、分かんない、抵抗してんのかな、さっきの。うん、多分きっ抗しちゃってんな。戻ってきてるわけじゃん、さっきの。ああ、うわ、なになに、頭上だね、頭上だね。バケタンバカになってすっごい気配感じてんだけど、やべえぞ、これ相当怨念強いんじゃない。てか魔物が住んでんじゃないの。違う、魔物化してるよこれ完全に。今何、赤からの今の気配、うん、そっちからうわーってきて、うわーってなって。普通鳥だったら泣くじゃん、あのカラスだったら。うん、カラスとか鳥だったら泣くから、うん、泣かないじゃん、さっきの。ああ、すげえ、いきなり寄ってくんのよ皆さん。やべえ、ここでもバサバサみたいな音してる、うん、どっか止まってるはずだけど動きないね。動きがない。だからもうすごい攻撃し仕掛けてきてるね、これ。やばいね。ああ、サーチモードにしといて。俺もしといてんだけど、すぐ切れ、俺には反応しねえんだよ。テンテンばっか来るんだよ。なんか知んねえけど。なんか違う方も来てるのかな。いや、多分俺の守護霊が強すぎてテンテンの方行っちゃってんだよ。ああ、そっか。ああ、まあしょうがない。私、うん、式神だから。行くべ。行くわ。行くわ。ちょ、写真撮らせて。うん。この上。多分なんか上にいっぱいの。回転機消して。なんか雨に濡れちゃってスマホがさ、変なことになった。フラッシュ撮影をして。やばいよ本当に、ここすげえ気配感じるの。うん、皆さん本当やばいから、マジで冗談だけど久々だ、このこんな、なんか変な重い気配だよね。うん、すげえする、久々だ、こういう。でもなんだかわかんない。みたいな感じで。で、一瞬ちょっと電気消しますんで、フラッシュ撮影するんで。消して。よ。よし。もう一枚。なんかさっきよりガスってきてんね。ガスってきてる。で、寄ってきてんだろ。上が気になってしょうがない。そうそうそう。なんか上から覗かれてるのかもするんだよな。うん。どういう勢いで今のこの上がってくる感じ。
追いかけてるこれってさっき姉御さんが言ってた通りじゃん。完全に追ってくる感じ。マジでやばい。実体化したものとか見やがってるとか全然ある。何かが言ってくる。悪いよ。追いかけてきてる感じで、まさに。来るなって言ってんだろうな。なんか神が聞こえる？俺には多分言ってこないんだ。守護霊がかなり強いから。これは蜂よけか。あ、そうだね。蜂よけというか、なんかおびき寄せるんじゃない。気配感じる。なんか後ろから気配が感じたんだけど、気のせいかな。上なのかな。いや、なんか、いいね。こっちがどうなるんだろう。いや、あの、さっきの例の道に出るでしょ。あ、例の道に出るだっか。うん。いやいや、この通りだな。でも、いるのはこの通りだな。うん。まあ、あの、東山でも、ライン。うん。湿地帯だね、ここね。うん。最近、ちょっと入ってきてよかった。うん。ジンの実際に何が積もるようだな、話すぎて。分かんない。スマホが超熱いんだけど使ってないのに。
うん、熱持っちゃって。え、再起動した方がいい。うん。いや、なんか今皮膚 あったかいなと思ってさ。なんか変な圧迫感があったね。最初に聞いた女の人の声と同じ声を今聞いた。今聞いたとかととと。結構奥だよ。女の声聞いた。うん、でも近くない。女がいるのかな。分かんない。いろいろかもしれない。声呼んじゃって。はい、来た来た、そこまでです。結構遠いな今の。近くはない。聞こえた。点々が聞こえたって。女の人の声。女までいんのかよここ。いや私最初の方で聞いたなんていうの。うん、あれと同じ声がしたから。自殺者が相当な数もかしったんだろうね。魔物かしちゃってる。本当に。これ事件あっておかしくないでしょ。いや殺人事件もあるかもよここ。うん。地元ニュースですか、わかんないよまさ。もうちょっとだね。これ俺さっき分子レンジで聞いてた。うん。そう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 。これも同じでしょあれ、うん。これも同じ道でしょ多分。あそこ右行くと多分あの太い通りの方に出るから。うん、でもう一本なんかあるんでしょ。分かんないんだけど。うん、この辺りね。うん。でそこが東屋じゃん。うん。そう。店長ちょっとな気をつけないとね。あの結構今か女の声が聞こえたって言ってたじゃん、うん、ちょっと乗り移ろうとしてるから、うん、まあでも近くはないから大丈夫かな今のところ。あと上飛んでるのも分かんないね、うん、ちょっと上を浮遊してるのあれが一番強いかな。そっか、あこっちの方がヤバそう、なんかなんかヤバそうだけど、うん、後ろから光がさあるから、うん、鑑識ライトが一切役に立たない。あ、ごめん。いいよいいよ、これなんか敷地が今何30ぐらいで使ってるのか。赤外線使ってる時は弱めでいいんじゃないのこれ。赤外線何気にね、ずっとね赤外線と撮ってんの。いやちょこって切り替えてるけど。あ、切り替えてる。オッケーオッケー。うん。これ分岐だらけじゃねえかよ。どっち行けるのこれ。いやこれは多分さっきのあれに繋がりそうじゃない。遠回りしてあの東屋。いや2個目の東屋あたりに出そうな気がするこれは。わかんない。なんだろう、設備系かな。うん、なんか道具的な、うん、
わあ眩しい。あごめん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 。わあ忘れてた今。人が行くとこって結構マニアックなとこ多くていいよな。うん、なんか最近の話だよ。最近投稿された。あ、そうなんだ。ああちょっとやばいね。たまたまの人だから。あ、でも構造上なんかあれだよね。これ入ってるなんか迫ってくる感じの怖い。すげえ。迫ってくるってか私なんか結構今やばいかも。なんだよこれ。方角的に戻っちゃう。木道がどん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 なんか続いていくな、うん、これな。木道がなんかどんどん続いていく感じがやべえ。ちょっと休憩すっか、ここで立ち止まって、うん、ちょっと歩きっぱなしだな、これ。明るいでしょ、1万ぐらいね。明るすぎるからちょっと暗めにしようぜ、止まってる時は、うん、虫がやってくるからさ、止まってると、うん、2000ルーメンぐらいに、だから10ぐらいに、赤外線で10ぐらいにしとけばいいんじゃない。うん、昼はいないね、今のところ。歩き疲れた。こんな感じか。どうなってんのこれ。全然わかんない。だでもこの地図役に立ってないじゃん。だってそもそももうなんかこの大まかなのしか書いてなくてさ、明らかにさなんかジャングルみたいなとこ行かされてんじゃんこれ。明らかに、うん、おかしくね。なんだよこの地図。もっとなんかちゃんとした地図表示してほしいよ、俺。しまった、私最初に入った時地図見てないからさ。いや、もう地図なんか当てに立た、当てになんないなと思って、うん、参考にしなかったのよ、こんなの見たって、わかんねえから。うん。で、ただただ、なんか森の中、うろうろ迷わされてさ、なんか迷う感じじゃない、ここ。うん。まあ、それがなんかちょっといいやと思って、見てもいいや、わかんねえやと思って。うん。で、奥の東屋ってもうあれしかないね。そうだね。あ、ん？もう一個ある。分かってないでしょ、絶対書いてる人も。これもう一個ある、東屋。いや、この3つは多分見た。うん、もう2つあるんだね。あ、これが東屋のマークなの、うん、でももうこれは多分これ関係ないと思う。これ奥じゃないからな。池の前になんかある、うん、でも多分ここは違うと思うよ、もう、うん、多分このさっきのとこだと思うんだよね。不審者注意って、うん。部屋でちょっと部屋でちょっとこの静けの、うん、静けさのあるよりにおなら。まあいいべ、見ても分かんねえや、うん、適当に行くしかねえべこれ、うん。いや大丈夫いや大丈夫、身の心配を。ブリブリブリって本当のブリブリになっちゃったからね。お前が不審者で、君は何を言ってんのかな、さっきから。ん？不審者さん。ん？お前が不審者だよって分かる、そんなのみんな分かりきってるから、わざわざそれをコメントに載せなくてもいいですよ、別に。あ、不審者だよね、最初からね。勝手に不審者です、俺はもう不審者カップルだよ、ね。そう言われなくても分かってる
夜中にライトもビカビカやって、岐阜の洞窟の前にいる親父に怒られたことあったな。マジで何を夜中にビカビカライトを照らしてるんだよっつってこんな時間にビカビカ照らしてるからってここは危ないからって、うん、ここは危ないから、何が自己責任だ、バカだね。あ、じゃあやめようよ、そっち行きたくないよ。赤、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 赤来たね、赤来たでしょ今。え、来てないよ。嘘、乗ったような気がしたね。あら、空耳あわ。え、そっち行かないよ私、そしたらね、え、行かないよそっち。何、ハチいるんでしょ。ハチいる、行かないよ。もうキャンプ場で森の外出ちゃうし、うん、じゃあ東屋のとこ戻ろう。うん、東屋のとこ戻りますか。一番有力のある奥の東屋。町やっぱいる。ペンペン2回目刺されてやばいんだよね。そう、もうまだ死にたくない。1回目あの、あ、あの秋の劇場で刺されてるからそう、夜にもよってね、ああいうとこでね、秋の劇場で。なんで劇場で刺されるのもうちょっとマシのところ。スポットじゃねえよ、蜂スポットであれは完全に。こっちか、完全に蜂スポットで。こっちから行けんじゃねえ。ほんと同じとこ行ってもらう。わかんない、帰り。ん、いや、なんでもない。嘘、いや、帰り道あってる。いや、ところ大丈夫かなと思って。いや、わかんない。どうせ俺先頭に出発なんで、多分迷子になるだけ。キャンプ場じゃねえの。あ、あずま屋だ。あずま屋もう一個あるよ。あれ違うバージョンだね。さっき地図で見たあずま屋じゃねえのかもしれない。例はわかんないな。カメラの映んでんだよ、ね、なかなか。どうした。ちょっとすげえガスってんなと思って。うん、こんなの後からわかるもんであって、今この現在で。いや、ここにも看板あるじゃん、スズメバチの。え、スズメバチの。ちょっと待って。いや、有料施設釣り。あれをつけさせて、こうやって。あ、虫よけ作るの、来てんの。うん、あ、いいじゃん。刺されたらもう本当にやばいじゃん。いい感じだよ、この氷炭湖だ、ここ。池だ、水だ。すげえな、これ。上昇気流だ。呼び寄せるってことね。いたことか言ってあれじゃないの、高齢世代みたいなの金払って。いたことかね。今でもいたこといないらしいけどな。もういなくなっちゃったね。継承する人がいないから。うん、なんだ、キャンプ場に出てきたよ、皆さん、これ。うん、金かよって言われてもね、俺に言われてもね、わかんないし、そうじゃねえのかなって思って。よし。結局、なんだろうな。ちょっと一回切ろ。飛び出した心臓が赤
やっちゃった。レゲエダンスで激しいんですよ。